ノースリーブスは AKB48 級チーム A から選抜され、結成された3人組のアイドルユニットである。略称はno3ビット。Mama&Son所属。所属レーベルはエピックレコードジャパン。秋元康のプロデュースである。AKB48 は過去に限定での派生ユニットは結成していたが、常設としての派生ユニットの結成はno3bが初である。メンバーは3人とも AKB48 の1期生であり、デビュー当初はプロダクションオギに所属していた。2021年7月末頃、高橋と峯岸が業務提携していたMama&Sonに移籍後は、グループ自体も所属先が変更になった。no3bの結成前から、AKB48 の公演楽曲の、純愛のクレッシェンド、バイバイバイで、ユニットを組んでいた。秋元とプロダクション、オギの社長である、オギトールが、AKB48 劇場の公演で、純愛のクレッシェンドを見たことをきっかけに、no3bが結成された。ユニット名の由来は、AKB48 の主な衣装である制服を脱いで、ノースリーブに着替えてのデビューであったから。ユニット名の候補は他に、キャミ、ソウル、-A などがあった。結成当初、峯岸は、小島と高橋ともに親しかったが、小島と高橋の間柄は、決して良好ではなく、峯岸が小島と高橋の間を取り持った。後に3人が出演した、メンドルイケメンアイドルの収録を契機に、徐々に小島と高橋の仲も良くなり、現在の関係になる。2008年11月26日に、制服を脱いで、秋葉原を飛び出すをコンセプトにデビューした。2011年1月1日に、発売のファーストアルバム、no3bで、初となる、オリコンウィークリーチャート1位を記録した。2013年1月16日に発売の9thシングル、キリギリス人以降は CD を発売しておらず、同時期に放送されていたテレビ番組、スナック喫茶エデン終了後は、no3b名義での活動は、ラジオ番組、no3bの週刊no3bのみで続けていたが、2016年12月25日をもって、同番組の放送が終了した。2016年3月27日、横浜スタジアムで行われた、高橋みなみ卒業コンサートに出演した。2016年4月8日に、メンバーのうち、高橋みなみが AKB48 を卒業した。2017年2月21日に、小島春菜の卒業コンサート前夜に開催された、小島祭前夜祭りの、セットリストにno3bのコーナーが挿入され、そこで3曲を披露し、小島が、no3bは解散しません。と宣言し、高橋も同日に更新された、自身のインスタグラムで解散しないことを明言した。2017年4月19日に、小島春菜が AKB48 を卒業した。デビュー10周年となる2018年11月26日に、EX シアター六本木で、ライブイベントを開催した。2021年5月22日、ピアリーナ MM で行われた、17ライブプレゼンツ、AKB4815th アニバーサリーライブ峯岸、みなみ卒業コンサート桜の咲かない春はないに、約2年6ヶ月ぶりに3人揃って出演し、ステージでの歌唱を披露した。2021年5月28日、AKB48 劇場での峯岸みなみの卒業公演にも3人揃って出演し、これをもってメンバー全員が AKB48 を卒業した。2021年7月末頃、高橋と峯岸の所属事務所変更に伴い、プロダクションオギよりMama&Sonに所属変更。ありがとうございます。